ゴンベカは、スズキモク、スズキアモクに所属する魚類の分類群の一つ。オキゴンベ、クダゴンベなど、主に熱帯域に生息する海水魚のみ12属33種が含まれる。南ゴンベセルイチクシースエイプリネス。海面の上にいることが多いゴンベカの仲間はすべて海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋の熱帯域に生息し、特に、 インド太平洋が分布の中心となっている。浅い海のサンゴ礁、岩礁で暮らす、低制魚で飛行した大きな胸びれを使って、サンゴや海面の上に静止している姿が、しばしば観察される。鮮やかな色彩を持ち、アクアリウム環境にも良くなれるため、観賞魚として知られる種が多い。日本近海からは、 南日本の太平洋岩を中心に八族14種が報告されている。植生は肉食性で小型甲殻類や他の巨類を捕食するなど生態上の特徴はふさかさごかの仲間と似通った部分が多い。姿勢線熟型の死有動態でほとんどの個体は最初にメスとして生成熟し後にオスへと性転換する。大型のオスが 複数のメストハーレムを形成する種もある。繁殖行動は水面近くで行われ、浮き製卵が放出される。ほとんどの仲間は小型で、体色の鮮やかな種が多いが、最大種では55センチメートルに達する。浮き袋を持たない。背びれは一つで10本の棘状と11から17本の軟状で構成される。胸びれは大きく、ヒレ状は14本で、 貝の5から7本は分子せず、木膜に切れ込みを持つ。尻びれは3と下五から7何情。ウロコは、エムウロコまたはクシしウロコで、椎骨は26個。ゴンベイカには、ネルソンの体型において、12属33種が、認められている。サラサゴンベセルイチクシースファルコ。主にサンゴ状で生活し、オスはハーレムを形成するクダゴンベオクシサーイツチュープス。 突き出たホット網目模様が特徴で、ヤギ類の間を活発に遊泳するメガネゴンベ、パラサーイズアーカイオタス。メガネのような U 字模様を特徴とし、退職の色彩変異も多い星ゴンベパラサーイズホスターアイ。キー半島以南のサンゴ礁では普通に見られる。ありがとうございます。